こんにちは、オリエンタルマシンです。今日はこれはコーヒーではないんですけど、中身はサビ変換剤です。すでに何回かサビ変換剤をしてるんですけど、見返してみるとまだここも錆びてたな、ここも錆びてたなっていうところが結構出てくるんです。なので今日はそこをまずちょっと塗っていこうかなと思ってます。このサビ変換剤はいろんな方も紹介してますけど、とっても簡単なもので、詳しいことは分かりませんけど、サビの上から塗ってしまうっていうところが私今簡単だって言ったんですが、そのことによって赤サビを黒サビに変換して、それ以上サビを進行させないっていうようなものだったのではないかなと思います。ここはこれでいいですね。いろんなとこ錆びてますけど、錆びてて当たり前なので、錆びてることに関してどうのこうのではないんですね。そうだ、あとシフトペダルの角度が、ここも錆びてますね。ここは本当は調整、後でチェーンを交換する予定なんですけど、その時にここを緩める可能性があるんですが、その時にまたずれて塗らなければならなくなるかもしれませんし、シルバーのままにしておいていいところと、後から黒く上から塗った方がいいところと2種類ありますよね。ここなんかは後から黒で塗った方が絶対いいと思います。こっちはね、サビ止めとかないとね。よし、こっちは大丈夫かな。このボルトの頭とかはどうすっかなって感じですよね。おはようございます。お疲れ様です。前回ちゃんと塗ったんだなっていうのが分かる、残ってるとこも多いですね。よかった。右側と左側大体同じとこ塗っとけば間違いないですから、ここももう一回、よほどのことがない限りもう緩めることがない場所です。ちょっと今思ったんですけど、メーカーも作った時に約この40年後に40年間こうまだ乗られているっていうことは想定してなかったんじゃないかなと思いますよね。車ってちょっと前まで10年前の車ってもうダメだっていうか、もう寿命が来てるねっていうか、そういうこう時代ってあったんですけど、知らないうちにそれが伸びてますよね。今10年前の車って聞いても別に何でもないなって思っちゃうし、実際10年前の車ってバンバン走ってますけど、私が免許も取った頃、私免許取ったのは昭和58年ですけど、その頃って10年前の車ってあんまり走ってなかったんじゃないかな。走ってたとしてもひどい車かクラシックカーの領域に入ってたのかもしれない。私一番最初に買った車が新車から数えて3年落ちだったんですけど、今3年落ちの車ってなかなか買わないですもんね、新しすぎて。だから随分変わったなと。ちょっとぐらい古い車でも全然問題なく動きますもんね。先週私1台軽自動車買いましたけど、それが平成21年車なんで、今平成にしたら35年か、だから14年前ですよね。だからもうほらこういう風にすでに14年前の車って別に古臭く感じないもんな。モデルチェンジもねそんなにバンバンしないっていうかですからね。気になっていたのはこれぐらいかな。ここもちょっと来てますね。ここをね、後でチェーン変えようと思ってるって言いましたけど、チェーン変えてもここは変えないもんな。これはいいかな、塗んないで。これは黒く塗っちゃいましょうか、後でね。今目に入ったんですけど、おはようございます。脱脂してから塗ってないか、浮いちゃってダメだね、塗料が。これタッチペン近くで見ると本当にこんなのって思う人が多いと思うんですけど、その通りなんですけど、遠くから見ると分かんないですからね。2メートル、3メートル、5メートル、
分かれたら離れたら離れてるところから見たら分かんないっていうのと、そもそも見てない、みんなは見てないっていうのがあるのと、あとは走ってる時なんかもっと見えないっていうね、いうことなどがございますから、それでこういうことにしてます。これ濡れるんじゃねえかな、ポロポロ取れちゃうかな、ここで試してみよう。よし、ではこれで一旦銀、あ、ここにあったな、そういえばメーターの横のが黒いところから、これはブラックいきなり塗っちゃいましょう。よし、それではこれで一旦作業完了します。失礼します。12かな、12です。ああ、これ全然緩んでたんだけど、これ緩んだまま走ってたんですね。これで錆に対する塗装を終わります。失礼します。